私たちリエラは去年決勝には進めませんでした。それから1年、今年こそは全員で決勝に進もうって頑張ってきました。叶うことなら優勝を目指して、みんなを笑顔にできるライブをしたいと思っています。皆さんの応援よろしくお願いします。いつまで経っても慣れないな。そんなことないよ、助けてくれてありがとう。ううん、思わず話しちゃった。